えー、まさかの小村さんお申し込みありがとうございますそしてからのまあ,あの一緒になって申し訳ないんですけれどもこちら届きましたありがとうございますしっかりとフラノのメロンいただきますありがとうございますすいませんめちゃめちゃ美味しそうですねありがとうございます、はい まああのこの前ですねあの、えー、梅田さんとお会いして、えー、対談の方も撮,撮ったんですけども、えー、バイナリーオプションのソフトの方は、まあ、来月後半か分かんないですけど、えーまあ、対談の動画撮ったんで、まあ、販売していこうかなと思いますけど、まあ、今回の商品はですね、えーまあ、小村さん結構あの、まあ、ライティングとか興味あると思いますの、ね、で昔からねあのだから神話の法則も確か小村さん こんなのありますよみたいな確かかなり昔あの教えていただいたと思うんですね多分まあかなりまあネットはもう勉強されてコピーライティングの重要性っていうのはもう余すことなく理解してると思いますんで、まあ、今回のセミナーの内容はあの本当に全く初心者の状態から現役ライターになって今活躍されてる石井さん に喋っていただきましたただまあセミナーが初めてだったのでちょっとおぼつかないところありますけど、まあ、僕の方でフォローはしてますんであと他の特典映像だったりとか見ていただくとまあすごくいい刺激になるんじゃないかなと思います今回のね内容をかなり詰め込んだんでまあぜひ堪能していただいてまあ何かのお役に立てればなと思います本当にメロンありがとうございましたあとですね、えー、北海道に行くのが一応 北海道日程決まってまだ発表してないんですけど8月の8月の11ですね8月の11札幌セミナーで8月の12が北見セミナーあの僕の熟成さんで僕北見市生まれなんですけど僕の熟生さんで北見市育ちっていう人がいるんですねでまさかの一生みたいなで一緒にやりましょうってことで北見行くんですよ そうまあ、北見まではちょっとあれだと思うんで、まあ、あの札幌セミナー1 8月11日を予定してますんで、まあ、その辺りに札幌付近、まあ、ちょっと北海道の上の一番上のあそこも行ってこようかなと思ってるんでお時間あれば、まあ、またお会いできればなと思います、はい、では、えー、今回はお申し込みありがとうございました